車は、ヨカスコ広島本部です。午後0時25分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、京阪道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。現在、福田ジャンクションまで30分ほど、また、三郷ジャンクションまで55分ほどかかっています。続いて、東北道を福島方面へ向かわれる方にお知らせします。南極地帯中央道を先頭に、台湾予定まで30キロほど交通集中のため、渋滞しています。2023年4月29日から5月7日までは、高速道路の休日割引が適用されません。ご理解とご協力をお願いいたします。半分ラジオ、北から東道、茨城よりお伝えしました。あなたの実際に、